ろしくお願いします。一番最初の出会いは3月ぐらいだっけ、あれ。あ、そうです、多分そうだよね、3月ぐらいですね。で、なんかサイバーエージェントずっと行きたいっていう風にの話を聞いてて、はいはい、あの時は、そうです、サイバーが落ちてしまった時、サイバーに落ちてしまった時に、うん、旬ダイアリーの動画に出ようっていうふうに思ったんで、うん、あ、そっか、そうですね、落ちた後ですね。なんでさ、その後に旬ダイアリー出ようって思ったの？まあいろいろ確か理由はあるんですけど、うん、まあ一個はこうずっと目標にしてきた会社に落ちてしまって、うんうん、ここからどうやって就活進めていこうかなっていうふうに思ったので、うんうん、まあその相談がてらというか、うん、まあ出演してみようかなって思ったのが一つ。ちょうど悩んでた時期だったそうですね、はい。いい匂いする。ラーメン屋の匂いです。ラーメン屋さんの匂い。Enjoy it now. Wow. あ、見て、なんか神社みたい。千葉大学合格。面白い。ん、これ藤田くんのはどこ？僕のですか。うん。この夢ですか。うん。この夢はこれです。あ、これか。おお。まだこの世にない何かを発明する。はい。フェスタ君もう何個か発明してるよね。まあそうですけど、もっとこう大きな発明をしたいなっていう。今まで発明したやつなんだっけ。今まではメントスコーラ目覚まし時計とか。あとはイケメンとブサイクを判定するアプリとか。すごいよね。もうちょっとなんかこんなしょうもないものじゃなくて、もっとしっかりしたものを発明したいなっていうところで書かせてもらいました。あ、それがラーメンの素？これはあの乾水って言って、うん、あの小麦粉と混ぜる粉になるんですけど、小麦粉とこの乾水っていう粉を混ぜて、うん、麺ができる感じになります、ね。はい、知らなかったです。もう僕サイバーしか見てなかったんですみたいな。もう愛がすごかったじゃん。あれはなんであそこまでサイバー愛が強かったの？確か大学2年ぐらいの時に、うん、なんかサイバーの社長藤田さんが書いた渋谷で働く社長の告白、うん、でそれがあのサイバーっていう会社ができる前から今に至るまでの、うんうん、なんか日記というか、うん、社長さんが語り口で書いてる本なんですけど、うん、それを読んで、もうなんかサイバーっていう会社自体に、うん、なんか親近感というか、うん、会社で働きたいなって思いになって、うん、でそれとあとは就活やっていく中でサイバーでいろんな社員さんとか、うん、先輩とかと話させてもらっている中で、うん、どんどんこう愛を増していったというか。へえ。サイバーっていう会社が好きだったっていう。そうなんだ。はい、次、小麦粉を巻きですね。はい。わー、さすが業務用。はい、これがオーシャンって書いてあるんですよ。これが、まあ、簡単に言えば小麦粉のことで、うん、これとさっきの乾水を混ぜて麺にします、うん、重そう。大量。ここのラーメン屋さん、学生さんが社長というか店長。あ、そうなんですよ、はい、すごいよね。そうです、そうです。もともと大学3年のインターンで、うん、この子と出会って、うん、で出会った当初はまだラーメン屋これからなんか修行するみたいな感じだったんですけど、うんうん、そうです、1年後にラーメン屋開きたいって言ってて、うん、でこんなおもろいやつなかなかいないぞと思って、うん、こうインターンはオンラインだったんですけど、うん、
彼がいたあの大阪まで高速バスとしてその日に会いに行って、で仲良くなって、え、インターンの終わりに、インターンが3 days とかだったんですけど、1日目のその自己紹介でそれ聞いて、なんかおもろいになって、その1日目のインターンが終わった深夜のバスで大阪に向かいました、うん、すごい行動力で、彼はもう就活っていうよりもラーメン屋としてのこう道を歩んでて、で、その中でやっぱり就活はもちろんしましたけど、彼と一緒にやりたいなっていうふうに思って千葉に引っ越してきたっていう感じです。行動力半端ないね今からやるのは1回でこれの半分量を使うんで、2つに分けるサイズ。ああ、なるほどね、はい、これ半分でだいたいラーメン50食分ぐらい。さっきの話を聞く感じだと、はい、藤田君は別にラーメンにこだわってるわけではないってことですね。あ、そうですね、別にで僕もあとそのラーメン屋の彼も、うん、ラーメン屋としてずっと一生を終えたいというか、うん、これからずっとラーメン やっていくっていうよりはいろいろやりたいなっていうふうに思ってるんで、また彼がなんか新しいこと始めたら、うん、一緒にぜひやりたいなっていうふうには思ってますね。へー、掃除中にごめんね。はい、サイバーエージェントをずっと目指して、はいはいはい、かなり準備してたじゃん、はい、選考対策とか、そうですね、内定者訪問とか、はいはいはい、それどれぐらいやってたの？あ、でもサイバー の、うん、最後落ちてしまったあの50人数が、うん、確か面接対策で確か30人ぐらいの友達に、うん、面接してもらった。そうなんだそうですね、そうなんだ。もう1日確か対策を5日とかでバーってやったんですけど、その5日間はもう朝から夕方までもう模擬面接 の予定がバーって入ってるみたいな感じで。へー、そこまで対策してあと内定者の宮中さんにも結構アドバイス、そうですね、でなんかいけるよみたいな感じで、はい、そうです。翼さんはもともとサイバーのなんかイベント、就活イベントみたいなので、うん、に一つと触れ合おうみたいなイベントだったんですけど、それで知り合って、うん、でそこからいろいろインターンとか、まあ、面接もそうですけど、うん、サポートしてくれてましたね。あ、そうです。そのなんだろう、多分半端ない努力、はい、されてたと思うんだけど、結果的にその不合格ってなった時はどういう気持ちだったんですか？ああ、そうですね、まあなんだろう、まあ、最後の方はもうそれこそ翼さんとかと一緒に働きたいなっていう、うん、考えのもと頑張ってたところがあったんで、うん、まずその一緒に働けなかったとかっていうことに対してすごく悲しみはあったんですけど、うん、ただ落ちた日が誕生日ちょうど誕生日だったんで、うん、まあこれも神様のお告げというか、うん、まあ落ちちゃいはしましたけど、まあこの落ちた世界戦を楽しめるように、うん、まあ、これから頑張っていくっていうなんか神様だとメッセージなのかなと思って、うーん、そうさ、捉えられるのすごすぎるんだけどそんな簡単に結構、まあ、そうですね、切り替えられたんです。ただ結構今までいろいろ人生の中で選択とかあと失敗とかあったんですけど、例えば大学も僕北海道大学受験して、そうなんだ、そうです、で落ちて上智大学になっちゃいましたけど、うん、いやすごいけどね、まあ今考えれば、まあ、上智大学の方が良かったかなっていうふうにも思えるんで、まあなんかなんだかんだこう進んだ方の道が正解なのかなっていう考えはずっと持ってるんで、じゃあ過去の経験からもう、そうですね、別にそこだけが全てじゃないっていう考えは持ってたってことなんですか？はい、はい、そうですね、まあさすがに例えば大事な人が亡くなったとかそういうのはもうポジティブに考えようがないですけど、うんうん、まあ、会社に落ちちゃったぐらいはこれからの自分の頑張りでどうにかなるというか、うん、かなっていうふうには思います、ね、めっちゃかっこいいすごい。今1年ぐらい経って、はい、落ちた世界線がもう良かったなって思い始めてますか？ああ、どうでしょうね、まあ多分裁判に受かったら受かったで、うん、裁判のその
内定者インターンみたいなのがそうだねあるんで、まあ、そっちの方が可愛い女の子に呼ばれてるっていうのは絶対あると思いますけど今ラーメン屋で男に囲まれてやってるんで、はい、そういう意味では受かりたかったかなっていうのはあるんですけど、はい、素直すぎる、まあ、むしろこれからですよ。これからどう頑張って、うん、こっちの世界線を、うん、こっちの世界線で良かったって言えるように頑張るかな、うん、いただいたかなとは思います。あのサイバーをに落ちてからそのなんか考え方とか価値観とかって変わったりしましたか？はい、そうですね。でもやっぱりあのその自分の誕生日に落ちて、うん、いろいろ考えたんですけど、うん、やっぱこうなんですかね、まあ、サイバーってベンチャーの一つベンチャーなんですかね、メガベンチャーって言われる会社ですけど、うん、やっぱ心の中でこうネームバリューを求めてるというか、やっぱみんなどっかしらであると思うんですけど、こう私もありました。そうです。自分で自分のことをこう、まあ、ベンチャー向いてるって思いながらも、うん、まあ、それこそ旬ダイアリーみたいなこう本当に立ち上がり当初のドベンチャーに行く勇気はなくて、うん、こうちょっと名の知れた一般的にこう大企業とかメガベンチャーとかいう会社を受けてた自分がいて、うん、なんかそれをなんかこう神様に見透かされてる気がしたんですよ。ああ、なるほどね。そうです。なんでそれからはこう、うん、なんていうんですかね、見栄とか、うん、そういう考えを一切やめて本当に自分が行きたいような本当に自分が合うような会社っていうのを探し始めました。へえ、そこからベンチャーを本当の意味でもうちょっと小さいベンチャーを見始めたというところです。あ、そうなんだ、はい、じゃあ受ける企業とかが全然変わってきたってこと？そうですね、例えば LINE とか、うん、リクルートとか、うん、なんかちょっとベンチャー味もあってかつネームバリューもあるみたいな会社を、うん、こう志望してたというか行きたいなってちょっと思ってた時期もあったんですけど、うん、本当に自分と合ってるのかなっていうのを考えたときに、うん、もっともうちょっと小さくて、うん、いろいろとできる会社の方が合ってるかなっていうのはそれぐらいから、うん、強く思い感じます。へー、結果的にすごいプラスになってるね。そうですね、すごくこう方向修正というか、うん、自分の合った会社選びっていうのがそこからやっとできたかなって。お疲れ様です。じゃあまた開店ちょっと前ぐらいに戻ってきます。はい、お願いします。引き続き頑張ってください。はい、頑張ります。店主の深川くんです。こんにちは。こんにちは、順天堂大学3年の深川智之です。僕は今、千葉県の津田沼っていう場所で、うん、夢を語れる二郎系のラーメン屋さんを経営してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。入ってきてこれめっちゃ一番目に入ったんですけど、はい、なんでこうやって来た人に夢を書いてもらってるんですか？あ、そうですね、僕夢を書くことに対してちょっと思いがあって、うん、今まで受験勉強とかしてきて何のために勉強してきたんだろうなって思うことがすごくあって、やっぱりこう高校の時は大学に入るためで、大学に入った後はいい就職先に入るためみたいな感じでみんな勉強してたんですけど、結局この就職した後って何も勉強する動機がなくなるなと思って、で最終的に僕らって全部夢を叶えるために勉強してきたんだなって思ったんで、じゃあいい大学に行くとかいい就職先に行くっていうこと以外の夢もあってもいいんじゃないかなっていうので、
他の人の夢もこうやってた見れるじゃないですか、うん、だからこんなんでもいいんだっていうのをラーメン食べながら思ってもらえて、うん、休日例えばサウナ行くとか、うん、そういうちょっとした楽しみを持ってもらいたいなっていうのでこういうことやってます。素敵。なんでそれが大事っていう風なのが、はい、なんか大事な価値観になってるんですか？浪人した時に、勉強しすぎて顔が動かなくなって入院したんですよ、うんうんうん、でその時に自分って何のために勉強してるんだろうっていうのを考えるいいきっかけになって、うん、考えた挙句の果てたどり着いたのが、あ、夢叶えるためになっちゃうかなっていう。へー、それでこういうことやってます。すごい。それに共感して藤田くんもなんかオンラインインターンシップの2日目に直接会いに行ったっていう話をさっき聞いたんですけど、そこまで、その日の夜行バス乗ってオンラインで開催だったんですけど、直接会いに行った。すごいよね。それ1台のパソコンでじゃあ2人で受けたってことですか？いや面白すぎるでしょ。恥ずかしい。すごいね。次の日から2人やったから。なんでってその時どう思いました？藤田くんのこと。いや、なんかやばいな普通来ないだろうな。いや、そうだよね。だって東京から大阪まで行ったってこと？そうです。すごいね。嬉しかったとか？いや、嬉しい通り過ぎてなんか、うん、大丈夫かな。大丈夫かな。まさかさ、その時は一緒になんか店を盛り上げていくとはあんまり、いや、思ってなかったですね。はい、行きたい。じゃあここら辺いいですか？そうですね、この辺とか。ありがとう。1月14です、はい、はい、おー、いいですね。自分の人生を生きられる人を増やしたいです。ありがとうございます。これさ、藤田くんが作った麺。あ、はい。おー、どうですか？自分で製麺した麺は。今日の麺結構うまいです。なんかいや、でもほんまにうまかった。へー、レベルアップめちゃめちゃ早くない？だって、だいたい1ヶ月前ぐらい。いや、そんなすぐ上がるもんじゃないですよ。だから、そうなんだ。よっぽど考えてちゃんとやってるから、こうなるかなって。一月で作ったんですよ。うん、ありえへん、普通に。すごい。へー。僕半年やってました。ちょっと、あんま褒められることないので新鮮ですね。厳しいんだ。そうですね。2回目ですか？あ、覚えてますか？は、あれですか？撮影は。じゃあもうこれで、忙しそうなので、はい、抜けさせていただきます。お疲れ様でした。はい、ありがとう。頑張ってね。はい、ありがとうございます。旬ダイアリと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や、面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。